私何してたんだっけ。なんだろう、大切なことを、大切なものを忘れているような。アーリさん、もう何ぼーっとしてるのよ。あ、ロザリア？ロザリアだよね。どうしたのアリサ、そんな変な顔して。まさかどこか悪くしちゃったの？ううん、そういうわけじゃないんだけど、ただロザリアの顔を見たら急に胸がギューって苦しくなったから。何言ってるんだか。これから試練なんだからしっかりね。試練？試練って何の？何って、モリバンになるための試練に決まってるでしょ。モリバンの試練？嘘、そうだったっけ。ちょっとアリさん、あなたやっぱり変よ。試練を延期にしてもらった方がいいかしら。平気、大丈夫。そうだよね、試練があったよね。なんかど忘れしちゃってたみたい。ならいいけど、無理だけはしないでね。モリバンになるのも大事だけど、アリサの体はもっと大事なんだから。ありがとうロザリア、私試練頑張るね。ロザリアも一緒に受けるんだよね。そんなの当たり前じゃない。あなたがいなくちゃ私は。アリサ来たわよ、狼の群れだわ。あの狼たちを倒して森番にふさわしい実力を示すの。アリサ、準備はいい？うん、ロザリア、一緒に合格しようね。私が忘れてたことって森番の試練のことだったんだよね。だったら頑張らなくちゃ。私だって戦えるんだから。私は森を捨てたもの。ひっどいな、ひっどいな。ねえ、何して遊ぶの？森の汚れを払いましょう。
ここだね。ゆりかごの中にいるよりは。いったと。腐食、絶滅、我が楽園。ねえ、何して遊ぶの？ここで決めるよ。なんか体がキラキラしてきた。花びらがあなたを誘うの。傲慢よな。散るもまた花の喜び。私は森を捨てたもの。森の一線を風靡する。これでおしまい。お前は風前の灯。風を切る、風を切る。
どこも怪我してないよね。大丈夫。あなたのおかげで助かったわ。いつもありがとうね、アリサ。ううん、当然だよ。ねえ、ロザリア、これで森番に合格したのかな。いいえ、森番の試練はまだ残ってるわ。アリサ、試練の内容まで忘れちゃったの？うん、そうみたい。ごめんね、ロザリア。アリサったら。今から説明するから、今度はしっかり覚えておいてね。うん。森番として認められるためには、神樹様から与えられる試練を乗り越えて、私たちの力を示さなきゃいけないの。次の試練が最後よ、アリサ。準備はできてる？もちろん。私、頑張るよ。ついにここまで来たんだ。ようやく森番になれるんだ。でもどうしてだろう。頭と胸がモヤモヤする。ロザリアの言う通り調子が悪いのかな。ほら、ぼーっとしてないで、次の試練を受けに行きましょう。あ、ごめんね。とにかく今は試練に集中しないとダメだよね。ロザリアと一緒に森番になるために。